はい、ということで
やってまいりました。3回目だね3回目です。もうこの言葉を言うのは3回目です。やってまいりました、イオテツスポーツセンター。イエーイ。いいね、なんかね、マイクなくても響くがさ、ね、しかすごい気持ちがいいですね。さあ、ということでね、もうね、これはあれかな、イオテツスポーツセンターって何時から夜、なんか夜タイムみたいなのあるじゃん、ナイトタイムみたいな。今ね、6時ちょっと前ぐらい。お、何時からだ？何時ですか？え、今度毎週来てるのにわからないの？でも毎週、6時から、レッスンが始まるから。そうなんだ。基本6時なんじゃないかな。なるほど、なるほど。ちょっとね、そろそろね、暗くなってきて、もうすっかり外も夜になって、すごいね、ガラス張りだからさ、夕方にね、ライブを、ね、させていただいたんですけど、その時夕日がパーンって差して、確かにそう、めちゃくちゃ綺麗だったんですけど、夜も夜でなんかすごくいい感じです。そう、外通ってると、中の様子が見えて、実際そうなんだ、行きたいなとかね。いいな誘惑の窓なのね、これは。はい、ということでね、イオテツスポーツセンターさんで、はい、ライブをね、今日初めてさせていただいたんですけど、それもなんと今日、今は3回目ということで、はい、とてももう第5この寒さにも慣れてきてましたが、やっぱ夜は寒いのでね、はい、皆さんね、ちゃんとね、防寒してね、温かい飲み物とか飲んで、ライブ楽しんでください。ということで、続いての曲なんですけども、この冬にぴったりな、本日初披露したばかりの曲を歌いたいと思います。それでは聴いてください。ホープナット。
ダメこれダメ。何
何も持ってるから、ソリ持ってるからダメ、ソリ持ってないじゃない、ソリ持ってないじゃない、ミオはこうだから、この追加して、はい、追加して、そうなんです、これがね、もうね、スケートってさ、いろんな遊び方があるなって思ったから、そうなんよ、これが言いたかったわけまだまだね、やりたいじゃないから、またそうなんだなと思うと、ほんとに1時間じゃ足りない、もうずっと遊んでたいなってすごい思いました、ね、ぜひね、あの皆さんもね、今日のロケにまた遊びに来てくれたら嬉しいなと思います、はい、まあ、コノは毎週来てるんですけど、そう私たちもね、たまにコノにひっついてきてる場合がございますので、そうはい、またね、あの私の成長記録を楽しみに待っていただけたらと思います、はい、そうそうそう、分かった、私がこう一歩前に進める日を皆さんぜひ待っていただけたら、待ってきます、はい、ということでね、本当にですね、今日は一日、皆さん寒い中お付き合いいただきましてありがとうございました、以上、今やメモリー、あなたの記憶に残りますように、ビメリーでした、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました、またお会いしました、ありがとうございます、ありがとうございます、この後リベリーは CD などの販売をさせていただきます、よかったら手に取っていただけると嬉しいです、よろしくお願いします、お願いします、皆さん